今日は松山市の瑞陽寺というところでお寺の落語会の仕事をしてます。で結構マジシャンって落語会に、まあ、色変わりっていうことで呼ばれることがあるんですけど、落語の世界はその一番最後の人が一番面白い、一番主役っていうのが決まってるんで、一番最後ってことはめったにないんですけど、この真ん中だったり今回は一番最後の人の前に出る時っていうのはその人が一番面白くなる状態で渡すっていうのが大切になるので、ちょっと違った感じの、受けすぎてもダメなんですね。なのでまあそういう感じのがお見せできたらなと思います。大体15分ですね、落語の出番って。20分、30分、あでも大体20分分ぐらいの準備はしておきます。っていうのが、例えば人気のある芸人さんが次いるときに来るのが遅れたりとか、あと前の人が表に受けずに早く降りたりとかしたら時間を調整せないかのです。で、なるべく調整できるように5分短く帰れて5分長く帰れるように、20分から25分の準備して10分でも帰れるように2ネタ以上やっとく、で準備しておくっていうところもいろんな方と一緒に出るときのポイントですね。やっぱね、マジックやってる人ってやっぱ自分が一番受けたいと思っちゃうから、それを落語でやっちゃうと、まあ、あの落語家さんに信頼されないので、うん、そのみんなで作った空気を一番面白くさせるためにどうするかっていうところが大事です。メガネかぶってんな今日。よろしくお願いします。今ランタイム何分ぐらい？ちょっと短めにしたんやけど、15分いってないね。くらい。今4時ちょっと過ぎぐらい。4時6分7分ぐらいです。50何分で降ってきたから4時5分で多分上がろうと思ってちょっと早かった。そうですけど、まあ、はい、15分より時間も。そうちょうどよかった。今日はやりやすかったね。ちょうどよく使うんでちょうどよくやって。まあ、お店のために温めてきましたね。すいません、僕もちゃんとしっかりそれを受け継いでこうやってやってます。俺たち最強コンビ、最強のコンビ長かったからね3年ぐらいだから、まあ、ぜひあの落語の、マジックショーされる方は参考にしてください。